現実的な選択肢は二つ。音楽をやりながらまた水商売をやる。会社に就職して働く。音楽のために東京に来たわけだ。二つ目の選択肢は一瞬で消える。最初の選択肢を選んだ周りの音楽仲間は実際たくさんいた。音楽をやりながら水商売をやる仲間。だが、僕はそれがうまくいっているようには見えなかった。だんだん音楽よりも水商売が主体になっていくものがたくさんいた。水商売の方が実際に稼げる。だが、当時の水商売は飲まなければならなかったし、拘束時間も長い。そんな理由から音楽から遠ざかっていくものが少なくはなかった。流されていく。音楽で食べていくということは、そんなに簡単じゃない。ハングリーさも持続する強い思いも必要。僕はより多くの時間を音楽にかけたかった。ただ、僕自身がイメージするガクトというミュージシャンは、貧乏な生活をしながらも、夢を追いかけるドリーマーではなかった。何かを我慢するのではなく、すべてを手に入れていく存在。夢を叶える過程の生活すらも、ガクトはガクトでなければならない。